巻きバイパスは、新潟県新潟市西館区下和野から同区、中小屋に至る国道116号のバイパス道路。国道116号のうち、旧館町の市街地を経由する区間は、交通量が多く、また、道路福員も強硬なため慢性的な渋滞に苛まれていた。この渋滞の解消と、市街地区間の交通の円滑化を目的に整備が進められている。 延長4 9トルのバイパス区間である。暫定2車線、一部連続立体交差方式となっている。整備事業は、下和の交差点付近の橋梁掛け替えから開始され、バイパス区間はまず2005年1月17日、赤錆中小屋の延長3 3トルの区間が開通。残る下和納赤錆の延長1.6。 キロメートルの区間は2006年12月26日に開通し、全線での供用を開始した。なお、この下野を赤サビの区間は、当初2007年度末の供用開始を目指していたが、交通量の増加などから計画を1年前倒しして、開通することになったものである。各交差点は平面交差だが、このうち赤サビ中小屋の4交差点は、 将来的に立体化する計画となっており、インターチェンジの名称が付けられている。分水地区新潟市改良区間、吉田バイパス、牧バイパス新潟市改良区間新潟西バイパス。ありがとうございます。